皆さんこんにちは、ピアニストの松本和正です。松本和正の世界音楽遺産第5回ドイツ編、ベートーベン4大ソナタを11月29日に浜離宮朝日ホールで開催することになりました。開催記念の毎週 YouTube チャレンジということで、今回は対談で、ここプリモ芸術工房の館長でチェリストの大島純さんに来ていただきました。大島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ何を喋りましょうね。何でもどうぞ。はい、ま、来ていただきましたって今言ったけど、それもおかしい話で、大島さんがここの主なわけなんですけど、もうここで何回くらい僕弾きましたかね。この間数えてましたよね。数えました ね、 ね、なんか30では聞かないぐらいじゃなかったですか。あ、そんなにあったっけ。そう、この全コンサートの何分の1かみたいな。もうそうそう、3割ぐらいはやってるんじゃないですか。ね、すごいこと。しかもね、松本さんと知り合ってからがまだ多分5、6年ってとこだと思うので。そんなもんですよね。軽井沢で。そう、軽井沢であってからです。ですから、ここが始まったのが、2012年なので、ペースはものすごいです。まあ、ベートーベン全曲でね、だいぶ回数稼ぎましたからね。そう、それもありますよね。そうそうそう。あの、知らない方のために、ベートーベン祭りだ。ベートーベン祭りっていう、タイトルで、ベートーベンのピアノソナタとバイオリンソナタとチェロソナタとピアノ三重奏曲を全曲やろうっていうコンサートを、はい、誰が企画したんですかね。これは松本さんからのことでしたよ。で僕はあの、ね、全部で54曲、でしたっけ。足すと32曲と、10曲、5曲、7曲。そうだ、ね、本当だ。足しなは分かんないけど、確かに4曲ぐらいあって、で僕はまあ多分まあ一月ね、1回ぐらいのペースで、だからそれで何回やるんだろうみたいな、十何回ぐらいやるのかなっていうふうに思ってたんですよ。そしたら、あの、そうするとお客さんはもう十何回目頃には忘れるから、まとめてやりたいと。また終われば言ったんですか。松本さんが言ったんですよ。そうで、あ、そうって言って、じゃあどうするのって言ったらば、1日3回別プログラムを5回5日間、でそれをまあ1月1回のペースでということで、1月1回はね、その時言ってなかったんだよ多分。あ、そうだったっけ。そう、本当は自分の中の心づもりとしては2ヶ月か3ヶ月くらいに1回こうのんびりやろうと思ってたら、いろいろスケジュール合わせをしてたらね、あの向井くんがオケもやってるもんだから、来年度のことはまだよく分かんないっていうことで、じゃあもうスケジュールの合う今年度のうちに全部やっちゃえ。そう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 、なっちゃった。そういうことだったんですね。そうそうそう、始まったのが2019年の9月から、そして、終わったのが2020年の2月、ね、2月24日、はい、コロナギリギリのタイミングでした。ギリギリでしたね。そう、まあ、ちょっと早めから始めようっていう、その去年がベートーベンの250年だっけ、生誕250年、250年か。で、まあ、その、どうせその年はみんなベートーベンやるから、こんなちっちゃいところでね、やるのもこんな企画埋もれてしまうだろうから、早めにやってしまえということでやって、でもそれが結構良かった。ね、多分、2020年中に、そういうベートーベンのチクルスものをちゃんとできたのはうちぐらいだと思うんですよ。そうかもしれない。本当に、あれが終わっ
ってから、うん、どんどんね、うん、状況が変わってしまって、うん、うちのコンサートも3月はなんとかやったけど、うん、もう4月からは、うんうん、できなくなってっていうような感じ。4月以降はしばらく全くない。そうですね、4月5月が完全にできなくて、うん、で6月からは、配信を使ってということで、うん、まあそこから復活して、ね、そう、うん、今やね、もういつでも配信ができる設備を整えて、はい、そうでございます、うん、なんか館長さんなんかチェリストなんか配信業者なんか僕自身もねよくわからなくなってよくわからなくなってきましたけど、うん、チェロに向かっている姿よりパソコンに向かっている姿をよく見る気がする。いや、でも一応チェロにも向かってるんですよ。あの、ね、この前、ね、先月は松本さんにこう、ね、一緒に弾いていただいて、うん、それもベートーベンだったんですけど、そうそうそう、チェロソナタ、ね、全曲、ね、全曲好きですね。いや、だからそれも結局みんなここで全曲をやるんですよ、うん、他の人たちも結構全曲を、ベートーベンのチェロソナタはそうだ、はい、山本博康さんもやってくださいましたし、うん、あとトーフィルの金木さんも、うん、でね、みんなね、子供投げにやるんですよ。ね、でね、そうね、それをまあ旗から見てるわけじゃないですか、うんうん、で、なんかね、できるんじゃねって思っちゃったんだよね、うんうん、でこうやってからはね、本当にとんでもないんだなと思いました。こう、まあ、あれが終わってちょっとこうね喋るときに松本さんがめっちゃ涼しい顔してはい終わりみたいな感じだった。こっちはぜいぜい息を切らしながらで、まあ、でもこういうところがやっぱり全然違うんだなと思って、改めて松本さんの凄さをね、いや感じたところでございますが、うん、だってね、2日に分けたから、うん、1日2曲と3曲でしたもんね、うん、物足りなそうだったもんね。、うん、だってその、うん、ベートーベン祭りの最終回エグかったね。あれは多分最終日一番大変だったんじゃないですか。もう死ぬかと思ったけど、ピアノどなたがごついのがあって、そう、28番も、うん、そうそうそう、そりゃそうだよね、うん、太鼓から始まって、そうそう、もうなんか太鼓はおまけみたいな感じで、うんうん、太鼓やって28番のピアノソナタ弾いて、うん、チェロソナタ4番5番弾いて、うん、でもそこからひたすらピアノソナタですね、そうそう、アンマークラビア弾き、うん、後期三大ソナタ弾き、うん、で15回目の最終回はアンケート会ということで、それぞれのね、アンコール会でチェロソナタのアンケート取って、チェロソナタの3番にスプリングにテンペストに、なんと6番のピアノソナタですよ。もうこれも完全に自分の中ではデザートみたいな、これはいつでも弾けるからこっちを頑張らないよう、うん、いやー、本当でもあれはすごかったですね。あれはしんどかった、うん、あそこまで行くとやっぱしんどい。あの前の回もね、しんどかった。うん、前の回何だったっけ、熱情22番、うん、24、テレーゼ、括弧、国別27番みたいな、うん、なんか そんな感じでした。もう覚えてないんですけど、うん、その辺もしんどかった。いやでもね、ほんとね、あとは全部のものだと、ね、上里花子さんとモーツァルトの、うん、ね、ヴァイオリンソナタも、ヴァイオリンソナタとピアノソナタそこから全てが、うん、そうなんかおかしくなっちゃったんだよね。でも やる、あ、確かにそう、確かにそれは僕がいけなかったかもしれない。最初はバイオリンソナタの全部をやりたいって言ってて、そうで、どうせならピアノソナタもやればって言ったのが、
いやあれうちの花子さんが言い出したんですよ。あ、そうだったっけ、うん、それならよかったよ。バイオリンソナタだけ、うん、つまんないじゃん、まっちゃんピアノソナタも弾きないよって言われて、うん、いやいやいやと思ったけど、なんかそう言われると乗っかっちゃうのが悪い癖で、うん、まあでも乗っかってちゃんとやるんですからすごいですよね。あ、いや、あれ1日3公演でやらなくてよかったね。あれはなんか1回2日連続を3セットぐらいでやった、うん、そうそうそう、4セット3セット2日連続でやって、うん、あと1日1日でやった。そうだね、そうだね、うん、ちょっとモーツァルトはあれ1日3公演は弾けないかも。ああ、それはまたあんま得意じゃないあんま得意じゃないあんま手の内にも入ってない。ああ、なるほどね。モーツァルトはでもやっぱりなんか、うん、バイオリンソナタだね。まあまあ確かに。ピアノソナタもいいけど、としてはね、そうかもしれないかな。ベートーフェンはなんかめっちゃ人の前で言うのもあるんですけど、ピアノソナタだなっていう気がするけど、モーツァルトはやっぱり弦だなっていう。そうか、まあ、ベートーベン弦だったらカルテットとかもちろん、うん、シンフォニーとか、うんうん、だけどベートーベンは根幹がピアノソナタなんだろうなっていう、うん、まああのあれを聞いて、あの一連のベートーベン祭り聞いて、それは確かに納得だなっていうのは、うんうん、まあね、そのもう全部ピアノソナタの32曲をつぶさに分からないので、まあすごくもちろん初めて聞くソナタもいっぱいあったし、うん、でもまあでもその中でやっぱり、ああなるほどね、こうやってつながっていくのねみたいなのは、作品番号順にやったんですね。そうだからあれ面白かったね。1回目がピアノトリオの1番2番3番いきなりトリオ、そう、うん、そうそう、でピアノソナタの 1,2,3,4,5,6 まで弾いたね、うん、確か。そう、うん、そう1回目はね、1回目だからすごい準備期間があって、うん、直前になんだか他のコンサートでも弾いたりとか、うん、あのまあプライベートな集まりで弾いたりだとかして、うん、なんか万全の準備で臨んだんだけど、うん次の月にもう次の回がやってくるから、そうね、いや、あれはお客さんも大変だったと思うでも言いましたからね、全部ね来られた方、うんうんうん、そうか、全15回11時半と2時半と、うん、7時だっけ6時だっけ、そんな、いやいやいや、5時半か、なんか、うん、そうそう、そんな感じで。でそれもなんか間多分1時間ぐらいあれば大丈夫とか言ってねえ、なんでそんなこと言ってたいや、あの多分ね、あのお客さんご飯食べると思うからとか言って、無理やりどっかのところにちゃんとご飯取れる、その間を開けたんですよ多分。そうそうね、うん、それでご飯ね、みんな食べてもらってる間中もう必死にリハーサルやってたんですよ会場時間ちょっと遅らしたりとかしてね、うん、何が辛いかというと、当日ゲネプロで全部は弾けないっていう、うん、そうそうそう、もうちょっと想像力働かせればいいのにね、決めるときに。まあそうね、あの、うん、ほら一応なんかね、館長みたいなこと言って、こうここの公演をプロデュースしてますみたいな、うん、言いつつもやっぱり元が演奏家だからそこまで頭回らないどうやって回しても、まあ、ご飯食べる時間ぐらいですね、うんうん、なのでまああれはまああれで僕としてもいい勉強になりました、ね、そう、僕としてもなんかこう自分の限界を知るいい勉強になりました、ね、その後のあれがもうあれですよ、だからどんなきつそうなプログラムでもあれに比べたら楽とか言って、そう、うん、言うからなんかまあそうねと思って、そうだからその後がベートーベン三大ソナタをここで、うん、ここではそうそう やりました ね、うん、ね、9月コロナ後の9月にやって、うんうん、
そう、だからもうそんなコンサートをやった後だから、ベートーベン三大ソナタっていうのも、まあね、悲壮月光熱情っていう、今弾いてって言われたのも今弾ける曲なわけで、すごい安心感だったし、でまたそういうそのいつでも弾ける曲だけのコンサートなんてなかなかないから、いつでも弾けるから、その弾けるようにするための練習、まあ、要するに、あそこの音は何の音だったっけってアンプに割く時間はもう必要ないし、指もまあとりあえず動く曲だから、あそこが弾けないかもっていうひたすら練習っていう時間も必要ないから、ダイレクトに音楽のことだけ考えられたっていう、なんかすごい幸せな時間で、あれはね、まあ、あの時も、ちょっと言って言ったと思うんですけど、まあ、もともともちろんいつでもすごい演奏なんですけど、でも一番なんて言いますか、こう危機迫るものがありましたですね、プリモで松本さんが弾くその復帰戦っていうか、のっていうこともあったし、ね、なんかそう最初に言ったのが、ここに半年近く来なかったのは、ね、そうほぼ毎月、前が前だったからね、そういうのがあって、多分そういうのも相まってだと思いましたけど、すごい演奏を聴かせていただいて、ね、であと後期の三代、その後、ね、その後やってくださって。ね、いや本当ありがとうございます、ね、いやこちらこそ